アメリカのハリス副大統領が安倍元総理の国葬に出席するため日本に到着しました。就任後初の来日になります。ハリス副大統領の姿が見えました。ハリス副大統領が今タラップを降りてきます。ハリス副大統領は午後3時前アメリカ軍横田基地に到着しました。安倍元総理の国葬にはバイデン大統領の弔問団としてアメリカから12人が参列します。国葬にはハリス副大統領のほかエマニュエル駐日大使、また駐日大使経験者である共和党のハガティ上院議員、ケネディオーストラリア大使も参列します。ハリス副大統領は今夜岸田総理と会談し、台湾情勢や自由で開かれたインド太平洋などについて話し合う予定です。